呼び込みくんは、群馬電機が販売するメモリー式の音声ポップである。スーパーマーケットの惣菜売り場などの個別の販売コーナーで販売促進するための商品案内の自動再生に、これまで使用されてきたカセットテープ式が耐久性に劣るため、これに代わるものとして2000年に開発された。2018年時点で4万台が出荷されている。事前に録音した。 商品説明などの音声や専用 BGM の再生およびそれらの同時再生ができ、内蔵された人感センサーにより来場者の動きと連動させることも可能となっている。商品棚に置くことが想定されており、キャラクターを模して手の装飾が施されている。また、顔の部分はそのまま目と口が描かれているタイプといらっしゃいませ。お買い得品などの LED 式ポップを付けられる。 タイプの2種類が存在する。店舗が著作権を気にすることなく BGM を再生できるようにするため、専用のメロディが同じ群馬県内の地元向けのコマーシャルソングの制作を行っている企画会社の人物により作曲され抜き差しできるメモリーカードにて提供されている。用意された2曲の内アップ店舗帳の曲名ナンバー4がネット上において、 ポポポポポーやポポポポポポなどの表現では大となり、着メロが配信されるまでに至った。安っぽさを感じる音楽と陳列されている、お買い得商品が、呼び込み君イコール安い商品として印象づけられ、各班に結びついているのではないかと、反則用 BGM の企画制作を行っている、専門家は分析している。なお、現在この曲を、音の商標として出願中である。 2021年12月より本製品をモチーフにしたおもちゃがチンタオ文化教材者より発売予定。全長約 53mm でボタンを押すと前日の BGM ナンバー4が流れるというもので録音機能などはついていない。また、本物同様に顔を付属の文字パネルに交換することができ、シールを貼ることによっていらっしゃいませ、今、売れてますなどの 計5種類のメッセージを表示させることができる。なお、同年5月の第59回静岡ホビー賞にて製品化が発表された際はカプセルトイとして発売される予定だった。ありがとうございます。